いいとこですね。森町の市街地に来たんですが、はい、太田川という大きい川のほとりに、ね、これだけの広場が。勇者よ、よくぞここまでたどり着いたな。私は勇者の攻撃、なんとかの杖、なんとか出ちゃったよさあどうもダメージ40ってことで、どうでした、なかなかの不思議なこの作りのね。学校やめよっかなお菓子の中島屋さんだったよ。メロンのロールケーキだって、これは洋菓子じゃない、でも和菓子じゃないのここ。しかも果肉が半端なく入ってる。いやこれあれだよ、あの実物の大きさじゃないよ実物大じゃないからこれねあ、ほらこれが実物大ですかね。じゃこんな大きいのお化けロールじゃないか本当に、新記録ギネス行ってみよっか。うわ、あ、和菓子屋さん、こんにちは。あ、どうもこんにちは、飯尾と申します。いいですかお邪魔して。どうぞ。すいません、あ、一見和菓子屋さんかと思いきやね、門構えは。ほら奥にはほらロールケーキと洋菓子プリン、こっちにもあらま焼き菓子が、和洋がすごい、やや洋が押してますけどねなんか洋菓子かなんかで修業したんですか、ひょっとして。いや全然そうじゃないですけど、じゃこれロールケーキとか、それが前勤めてたところが、はい、ガラス1枚で、こっち洋菓子やってて、こっち和菓子やってて、あ、二つ二刀流、大谷みたいな。そう大谷、で忙しくなると洋菓子の手伝いに行くって感じで。そこでちょっと覚えて。そうですね。少女もすごいですほら、ほとんど卒業証書ですか違うあら、このアンパン、え、まんじゅう、アンパンまんじゅう、そうです、アンパンまんじゅう、うわ、美味しそう。まんじゅうとパンの中間の生地なんですか、はい、そうですね、そんな感じ。今朝焼いたのあるのでどうですか。うわ、出来たて、焼きたてどうするこれ、今朝出来たての。うわ、しかも人数分出来たて、見てくださいね。え、ツーアウト、ツーストライク、ツーボール野球で。ゆるぺこティータイム。じゃああれですか、まゆみさんもこういう関係だったんですか、飲食というか。全然違います。え、うん、じゃあどうやって出会ったんですか職場恋愛じゃないですか。違いますね紹介、紹介、そうそう、紹介なの、紹介みたいな、ね、なんか食い違いがありますけどまゆみさんから言うと紹介じゃなくてどんな感じだったんですか。飲み会、飲み会うわうわ、お二人お酒強いんですか。私は全然ダメですけど。ほら、え、普通だと思いますよ。ほら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 、じゃあもう真由美さんに言っちゃったんだな本当にじゃあどうも、いただきます。いただきます。おいしい。あ、おいしい、おいしいですか。おいしい。アンパンまんじゅう、いいっすか、もらってガブッと。うまい、ありがとうございます。ほんとうまい。あ、これ何なんすか、これは。これね、栗のあんこ。うまい。この生地はなんだろう、ほんとにパンって言うのはパンですし、まんじゅうって言うのはまんじゅうだし、面白い。うわー、差し入れベスト3に入ってきますね、これいや、これはちょっとあったらどんどん食べちゃう。はい、それで、ね、聞こうと思ったんだけど、あのほら二人とも体型がさ全然太ってないじゃないですか、お腹出てない。なんかやってるんですか。全然やってない、全然やってない。で食べるでしょこれ。まあそんな食べないですね。ダメだぞ食べても大丈夫に言わないと季節の素材を贅沢に使った和洋菓子が人気の菓子司中島屋。